やばい。次もよこすじゃねえかよ。もしもし。おい、リシューか？お前やるじゃねえかよ、南条物よこすなんてよ。おい、お前これなんて読むんだよ。お前なんて読むんだこの野郎。シュガーです。あ？シガー？もっとわかりやすく頼むわ。シュガー、砂糖です。ああ、わかったぞ。チョコみてえなインゴってことか。道理でやべえわけだ。普通のシュガーです。近所のスーパーマネコで。普通だって。今時の若いやつはやべえもんやってんだな。俺もうこれでぶっ飛びそうだぜ。あんまりやってると糖尿病になりますよ。うっせえ、俺は悪なんだよ。リシュ、お前は俺を信じてるか？どうしたんですか急に。信じてますよ、もちろんです。俺よ、これやってたら気分が浮ついてきてよ。昔のこと思い出しちまったんだよ。かつて友と食べたやまびこアイスの味をよ。あいつは俺を信じてくれなかったんだよ。あなたを信じてますし、何があっても守り抜けますよ。本当か？なんだこれ。テルさん。テルさん、聞こえます？テルさん？テルさん？何も来ないじゃん。来た。何この。
わり？ああ、夜に撮ったから画質が悪いな。怪物も俺のスマホも映ってない。音は？そうだね、聞いてみよう。え、音出したらやばいんじゃない？だから日が出てる間は大丈夫だって。あ、そっか。まあどっちにしろ証拠にはなりそうもないね。目に見えない化け物か。見えるようにする方法があればな。知らんけど。珍しくそれらしいこと言ったな。あの時何も見なかったよね、音が聞こえた以外。俺もあのサラリーマン以外見てないしな。サラリーマン？え？終電逃したサラリーマンみたいなやつ。え？え？だから最終電車ね。いや、そうじゃなくてサラリーマンって。ああ、あの時見たんだよね。なんか帽子かぶってて、全身真っ黒で仮面みたいなやつつけてて。それがサラリーマンなわけないでしょ。あ？で俺らの方見てた。なんでその時言わないんだよ。でもそのサラリーマンって怪しいよね。すいません、そろそろ施錠するんで退室お願いします。はい、わかりました。ケイヤ、帰ろうぜ。ああ。どうしたの？いや、別に。いや、絶対なんかあるでしょ。いや、コカが見たそのサラリーマンってさ、防犯カメラに映ってたりとかしないかな。確かに。それで思ったんだけど、さっきの警備員。そういうことか。あの警備員を拉致して、脅して、鍵奪って、警備室のパソコンに。いや、そこまでじゃないけど。でも、大体やってる。どうにかしてあの鍵を盗めたらなって。サーバールームに侵入できれば防犯カメラの映像が見れるかもしれない。退室お願いします。お疲れ様で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 す。おお、お疲れ様です。お疲れ様です。あとどれぐらい？あと2分ぐらいのはず。小川来た？まだ。ちょっと遅れるかもって連絡はあったけど。美大生のちょっとはちょっとじゃないからな。あいつはほっとけ。てかノアも来てないし。なんなんだよ。ノアの代わりに私がやらなきゃダメ？は、さっきそう決めてたろ。文句言うなよ。まあ落ち着けて。この人昨日泥棒に入られたってイライラしてんの。証拠なんて何もないのに。1週間分の米がなくなったんだよ。予定通り。分かった。作戦通りやればいいんでしょ。ああ。あと少し、もうちょっと。よし、今だ。あの、すいません。エレベーターが止まっちゃったみたいで、ちょっと見てきてもらってもいいですか？エレベーター？どこの？あそこ。あそこの建物。あそこ僕の管轄じゃないんですよ。連絡だけしとくんで。あ、違う。間違えた。あっち。あそこ。どういうことですか？嫌な予感がする。そこの建物にエレベーターはないでしょう。あ、いや、そうじゃなくて、あの奥の建物なんです。教えてください。どちらにしろ僕の管轄じゃないんで。火事です。火事です。情報塔で火災が発生しました。避難してください。まずい火災だ。とにかく私にはどうしようもできません。火事です。火事です。あ、すいません。情報塔で火災が発生しました。避難してください。なんだこの状況。
そこのパソコン確認して。パソコン？エンジニア、計画通り。そっちまで誘導するから。ヒナ、その人だ。その人が鍵を持ってる。だよもう。だよ、もしもし？もしもし、どこいる？お前今頃かよ。まあいいや、お前さ、彫刻刀のあたりで黒い服着て髪長くて走ってる人いたら追いかけて。え、それとおかけん？違う、女子だよ。いいからやれ。誰？いた？いない。タケルは？わかんない。コガは見た。コガ来てんの？あいつさっき着いたって。ああ。知り合い。あの女の人知り合いだ。は？そんなことよりあいつがクラブ島のあいつが。あっちも。追い詰められた。すまないね、こんな形で再会するとは。彼女の名前は岩瀬由香だ。どうも。お前知り合いって言ったよな。あっためめよ、交換留学一緒だったんで。俺のこれだよこれ。は？あ？お前嘘ついてるな。違う、忘れてるだけだよ。みんなの友情のトシ君だよ。ああ、分かった。ママのクレープが食べたいの人だ。教授に向かって。そして、彼が、リシューだ。確か、君の友達だったんじゃないか。どのみち、君たちと話がしたいと思っていたんだがね。数週間前、州のボスであり、僕の元弟分である吉田デローが失踪した。もちろん、殺にしょっぴかれたわけではない。よいしょだ、寺尾？誰それ？とにもかくにも、はじめ君たちを信用しなかったことを、そして僕の判断ミスで寺尾が失踪したことに対して謝罪をしたい。本当にすまなかった。それより、今日の件は？あんた何がしたいんだ？君たちと協定を結びたい。とまあ、本題に入ろう。さっき言った通り、リシューのボス、吉田寺尾は数週間前の夜、どうやらブツでかなり決まっていて規制を発していたらしい。で、彼が言うブツっていうのは砂糖だったんだかね。砂糖だよ。現場に残っていたのはこれだけ。そういえばあの夜叫び声が聞こえた。その声のおかげで俺たちは助かった。そして彼は吉田照夫が失踪する直前、電話越しで何か妙な音を聞いたそうだ。化け物の音。この学校で何かよからぬことが起きているのは確かだ。化け物がこの学校に存在していて人を襲っている。少なくとも君らの友達と、もしかすると僕の弟分をね。このままだと犠牲者が増え続けるだろう。かといって警察や他人はまともに取り合ってくれない。何せ証拠がないからね。そこでだ、この件を僕らで何とかするしかない。化け物ですか。奴のことについてはまだ分かってないことが多いです。どこから来たのか、何が目的なのか、知性はあるのか、何も分かっていません。ですが奴はまず音に反応します。
それもとびっきり高い音、電話の着信音のような、それに叫び声、それに夜にしか襲ってこない。俺を目の前にして襲ってこなかったってことは、奴は目が見えてないのかもしれません。それに奴は透明です。透明、目視できないということか。そうです。でも確かに奴の存在を感じました。スマホが一人手に吹き飛び、それにこっちに近づいてくる足音、荒れた息遣い、そして眉間の違和感。襲われた人物で吉田照夫と渡辺蓮以外に何か心当たりはあるか。チューチューネズミ、あ、人じゃないけど。今のところはいないと思います。ですが運がいいだけで、これからもっと大勢が犠牲になると思います。俺たちかも。連続失踪事件、これで2度目だ。2度目？ああ、確か1998年の後半、この学校で起こった。その時にかなり警備が強化されてね。まあ、この件と関係あるかは分からないが。ないとは言い切れない。そうだ。エンジニア、着きました。よし、そこは生徒立ち入り禁止だ。目立たないように素早く持ってきてくれ。了解。間違えるな、1998年の学校新聞だ。エンジニア、エンジニア、聞こえます？すまん、音を入れて。くっそ。ケイヤ、ケイヤ、レン、ケイヤ、聞こえる？なんだ、タケルか。見つけた？いや、待って、こんなことってあったのか。
6月デザイン棟完成。違う、7月水道管の補修。8月合宿や採点について。9月イオン騒動。なんだこれ。これって野山新聞のコピー。5名が失踪。間違いない。これだ、エンジニア。見つけましたよ、資料です。よし、よくやった。それをこっちに持ってきてくれ。それはよかった。ん？スーパームーンフェス1998年。次はスーパームーンフェス。今そう言ったのか。え、そうですね、スーパームーンフェス。頼む、それを持ち帰ってくれ。わかりました。そうだよ、これだよ、これ。1998年11月4日イベント開催中に生徒が失踪、犯人は不明。行方不明者菅谷アルトのものとみられる左手が発見されるも遺体は見つからず未解決。今回の件とよく似ているな。左手？グロ。そしてこっちの記事がスーパームーンフェスか。1998年11月4日スーパームーンフェスが開催される。どんなフェスなん？天文部が主催している月を見ながら行われるパーティーのことだよ。98年の事件を境に一度休止になったが、来年度は行われるみたいだ。そういえばスーパームーンフェス。レンが消えた日、これを渡してきたやつがいる。え、なんか連絡先書いてある。また一つ分かったな。この件には第三者が。第三者が関わっている。サラリーマン。トシ君邪魔。よし、うまくいった。こいつやっぱいたでしょ。やはり奴らは嗅ぎ回っています。 UDC-26 の存在は完全に悟られています。あいつらを葬り去ればいい。そうすれば何も残らない。早まるな、所詮ガキの集まりだ。冗談だろ、冗談だろ。あんたは奴らがどこかでのたれ死んで全てを忘れてくれるとでも思ってるのか。そんなわけない。実際奴らは何かを探ってる。あんたは何度同じ間違いを繰り返したら気が済むんだ。何言ってる、正気か。黙れ。お前は何も分かっていない。今は人目につかないほどが肝心なんだ。そうだろ、岡林健人。その通り。誰だ。天文部長の岡林です。お前はうまく溶け込んでいる。奴らを一番近くで見てきた。お前の意見を聞こうか。あなたの言う通り、ガキの集まりです。聞いたか。
ただし行動力があるのは事実、そしてありえないほどしつこい。時が来たら対処するまで。それとそろそろ周期が巡ってくるようです。月の引力が境界線に影響を与える。つまりあなたの予想通り、次が来ないかと。外せ。従えだと？あの痩せこけたオタクに我々の地位を奪われたんだぞ。何を言ってる。彼が間違っているとでも？あの男は以前よりも弱くなった。だからあんな、わかるだろ。忠誠心はないのか。俺が信じてるのは自分自身、それだけだ。奴はあなたを疑っている。ああ、そうだろうな。よろしいのですか。期待に応えられない奴が消える。いつの時代もな。ええ、だからこそ不安なのです。